主婦の楽しみの一つ、買い物。今回はAmazonで日常買いしているものを紹介します。普通に見たらただの主婦の娯楽だよね。健康も兼ねて結構歩いて買い物をするんだけど、やっぱり日用品とかはできるだけAmazonで済ませるようにしているよ。Amazon あるあるだよね。入ってるものがへって思うぐらい少ないっていう。まずはトイレットペーパー、長持ちするようにシングルを買っています。そして敏感肌にも優しいオーガニックのナプキン。これは髪にいいサプリっていうことで買いました。白髪が増えてきたっていうのと、髪にツヤが欲しくて。生えてくれ髪、戻れツヤ。LINE 登録してレビューを書くと1000円分の Amazon チケットもらえます。私ももちろんもらったよ。そうそう、これこれ水素風呂なんだけど、本当におすすめ。12時のお金なっちゃってますね。これはソーダさんの食器用洗剤。肌にも優しく、レモンの香りがふわっとして明るい気持ちになります。水素風呂の作り方、後半に紹介しています。若返りたい方は必見。これがね、本当に水素風呂のために作られたようなネットで、このストッキングのようなものもついていて、それにまず入れて縛って、最後にまたネットで入れてチャックをすると二重になってるので漏れ防止になりますね。これはとっても便利です。水素風呂はホルモンバランスを整えてくれるだけではなく、若返り、リラックス、シミシワの予防にもなるので、健康の維持促進のためにも本当におすすめしています。これまで定期購入していた洗剤ですが、なんか水素風呂のあれでも洗濯できるというので、これが最後の定期コースになるかもしれません。思いっきりカッターでやってたら破いてしまいましたね。洗剤がポロポロこぼれてきました。あー、やっちゃった。ここだけかなと思っていたら、ここも、信じられない。次からはもっと丁寧に扱います。火を取り直して、続いてはこれ。大好きなココア。もう本当にココア好きで、冷やした日はほとんどないですね。多い時は朝と夜飲んでいます。寒い時はこのココアに生姜をプラスしたりもします。これね、黒糖ココアなんだけど、本当に添加物とかなく安心して飲めますね。味に深みもあって美味しいです。この中に入っている2つは定期購入品ですね。そっちの方が断然安いので、定期購入半年おきぐらいにしています。半年だったらまず切らしてるだろうということで、アルテアオーガニックのこの2つ、化粧水と化粧オイルですね。このマットハガキは友人にハガキでも書いて送ろうかなと思って買いました。このコロナで会えないことも多いのでね。この化粧水ね、信じられないぐらい安いです。100% 天然成分、100% オーガニックなのに1600円前後で買えるっていう。この1本に300輪分のローズ水が入っているんですよ、バラの。もうふわーっと香って、まさにバラって感じなんですね。濃いです、香りが。バラ好きにはたまりませんね。このオイルはね、2000輪分のローズオイルを濃密に閉じ込めた上質なオイルになります。これ1回ね、1、2滴でいいので半年以上持ったりしますね。なのでお値段だけ見るとちょっと高めかなと思ってしまうけど、本当はお安いと思います。
香りが本当に最高にうっとりしちゃいます。女性ホルモンが刺激されるような香りですよね。濃厚なバラの香りが苦手っていう方には向いてないかもしれませんが、本当にバラを香りたいっていう方、本物志向の方、ぜひ試してみてください。スキンケアはシンプルにこれだけで OK です。これが結構力入りました。ついつい声も出るほどに。やっぱり暑くなるとね、これが欲しくなりますよね。マスクで買えるので暑くなってきたら欠かせない炭酸水。同じ炭酸水でも天然水でできたの飲みたいよね。1本なんと50円、定期ね。では最後に水素風呂の作り方いきましょう。この水素の素、マグネシウムの粒をストッキングのゴム布のようなものに入れていきます。なんか使うのめんどくさかったので、もうそのまま直接入れちゃいました。3分の1よりちょっと多めぐらい入っています。あのネットに入るぐらいだったら大体で大丈夫だと思います。お手入れもとっても簡単で、月1ぐらいクエン酸大さじ1、2を容器に入れて水かお湯で溶かします。その中にネットに入れたマグネシウムごと入れる。そして入れた瞬間にシュワシュワとなって洗浄されるそうです。先のところをしっかりと縛ります。これをすることでマグネシウム粒の漏れ防止になります。縛り終わったマグネシウム粒をネットの中に詰め込んでいきます。チャックをピーッと閉めたら完成。何回か入ったんだけど水がとろみが出てくるんですね。でお風呂上がりとても暖かくなってポカポカします。そして肌が滑らかで柔らかくなった気がしました。お風呂上がりはこのように干してあげてます。朝になると的の方に移動して吊るしてあげるだけで簡単に乾きます。そして夜になったらまた使う。こんな感じです。皆さんもぜひやってみてね。これからも40代主婦の買い物健康をお届けします。よければチャンネル登録お願いします。